お疲れ様です。リファイトクラブのガイです。久しぶりにね、このリファイトクラブの放送させていただくんですけども、今年に入ってね、格闘家の中でちょっと悲しい事件が私のところに入ってきたんですよ。で、今日は3人の方を取り上げたいんですけども、なんでなのかな、私が格闘技に興味を持ったからこういうニュースが目につくようになったのかもしれませんけども、やっぱ格闘技って怖いスポーツだよなっていうふうにね、思いながらこの1年を過ごしてきましたし、これからもそういうふうなことをね、確認するんですが、今日のタイトルはね、格闘技の危険さっていうのは試合以上に怖いものがあると。それが例えば減量であったり普段の暮らしであったりするのかなっていうところなんですよね。要するに、こんなタフなね、選手でも誰よりも健康や体力にずば抜けてる人でもね、やっぱり危険なんですよ。で、どこに危険が潜んでるのかわからないから、ちゃんとトレーナーさんにトレーニングを受けたりとか、コンディション確認したりとか、試合に出たい気持ちはわかるけども、無理せずに辞めるときは辞めるってことをね、しなければならないってことなんでしょうね。もちろん格闘家としてのし上がっていこうとしたら、1回の試合が自分の選手生命を決めることの連続ですから、どんな試合も出たいんだろうなと思いますけども、ボクサーとしてね、やっていけなくなっても、こう言ったらね、本当に申し訳ない言い方になるかもしれませんけども、生きてた方が絶対いいじゃないですか、それは、ね、だからね、私はね、格闘技はすごいスポーツだと思いますけども、だけどもすごく危険だとも思うんですよ。で、それを今回ね、皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。今画面に出てる3人の選手なんですけども、 Facebook の方でまとめて写真をね、揃えてくださった方がいたんで、それをちょっとお借りしております。で、上の方ね、これがね、坂間選手という20歳の方なんですけども、坂間選手ですよね。私も今日初めて知ったんですけども、この方はボクシング日本ユース L フライ級王者ということでチャンピオンなんですね。日本で一番強い人ですよ。で、18日、だからあれじゃないですか、今日じゃないですか、18日、今日防衛戦をするはずだったんですけども、体調不良を理由に2日前に棄権してるんですよ。で、今日訃報が入ったんですよね。本来試合をするべき時に、安全策をとって試合をちょっとね、キャンセルしたんだけども、だけどもお亡くなりになってしまったと。で、この坂間選手に関しましては、減量にちょっとうまくいかなかった、失敗したっていう情報もあるんですよね。2日前に2キロオーバーのウェイトだったんで、さすがにね、2日前に2キロオーバーだったら、これはどんな選手でも無理だと思いますんでね、危険は正しかったんでしょうけども、でもお亡くなりになってしまったんで、もしかしたら激しい減量とかトレーニングを詰め込んでしまったのかもしれませんね。わずか20歳ですよ。惜しい人を亡くしましたよね。はい、そして2人目なんですけども、以前も私の動画の中で取り上げたことがあるんですが、左側の下の左側の方ですよね。これ穴口一輝選手でよろしいんですかね。元日本バンタム級のランカーです。やっぱりこの人もものすごく強い人。2023年の12月26日ですから、まだそんなにね、日が経ってませんよ。この日の日本タイトルマッチで4回ダウンをしたんですよね。で、その後意識を失って、2024年の2月2日、試合からしばらくして23歳の若さでお亡くなりになりました。試合の動画を見てもわかるんですけども、この穴口選手はね、試合中に何度も頭部にパンチを受けて、これがくも膜下出血の原因になったんではないかなっていうふうに言われてますけども、グローブをしたね、パンチを食らって、で、鍛え上げた体でもそうなってしまうってことなんですよ。だから、ボクサーっていうのは本当の意味でね、漫画でも何でもなくて命がけで働いてますから、試合をしてますから、やっぱりこう、強くてかっこいいだけじゃないんですよね。だから自分の命を守る仕事をしてるんですよね。それからトレーナーさんも、選手の命を守るためにトレーニングに気合を入れたりとかね、当日のタオルを投げるタイミング、選手の思いもあるから、すごくね、タオルを投げるのはすごく難しいと思うんですけども、その中でギリギリまでやってらっしゃるってところですよね。もう本当に言葉に全然できないんですけども、溢れる思いが私もありますね、それはね。で、最後に、村上真希選手でよろしいんですかね、正樹選手ですかね、24歳の方ですけども、この方も亡くなっております。右側の下の方ですね。これ2024年1月21日、大阪の大会に出場予定だったんですよ。で、イノベーションウェルター級8位という方なんですけども、この方が21日にお亡くなりになりました。この選手はですね、セミファイナルで、ナオキ・ファンタオム・エタイ、ちょっと名前が言いにくいんですけども、タイのキッ
ック、タイキック宇治。だから、タイのキックボクシングですかね。まあ、ちょっとよくわからなくてすみませんけども、この方と契約で戦う予定だったんですけども、試合をせずにちょっとお亡くなりになっちゃったと。で、やっぱり減量中に体調がちょっと悪化しちゃってね、そのまま試合は出れなかったんだけども、まあ、試合の日にお亡くなりになったってことですかね。まあ、このように、試合に出なくても、その格闘技の選手っていうのはいろんなものと戦ってるんですよね。でも、あんまり報われることがないんですよ。最近はね、YouTube の企画で、ブレイキングダウンみたいなのがものすごく受けてますけども、でもね、そのブレイキングダウンに、まあ、出ていない、まあ、本当の意味でね、格闘家の方ってのは、あんな派手な演出でも何でもなくて、ね、やらせでも何でもなくて、日々命をかけながら、この日本というね、小さな国の格闘界を支えてくださって、多くの方に、こう勇気を与えてくださってるんですよね。まさに最前線で、男の最前線で戦ってくださってる方が、こうやって命を落としてしまうということはね、本当にこれからあってはならないのかなと思います。まあ、なんて言いますかね、殴られるのが前提で、その格闘技っていうのをやりますからね。いかに危険を買って出る商売のかってことですよ。安全対策はあるんだけども、でも基本的にはリングという安全じゃないところに行くわけですから、なんかすごく矛盾をはらんでると言いますかね。殴られるが商売ですから、そこに、まあ、勝利ってものがあったり、自分のモチベーションってのがあると。もう本当想像にすごく尽くせないわけですけどもね。今回はこの3人の方のことを紹介させていただきました。死因とかなんとかはね、本当にいろんな憶測を呼んでるんでよくわかりませんけども、まあ、こういったものすごく危険で奥が深くて、だからこそ勝ち抜いた人にはもっともっと賞賛を、ね、向けてほしいなっていうふうに思うんですけども、残念ながらね、目立つ格闘技と本当に戦う格闘技とはちょっと毛色が違うのかなと思っちゃいます。ブレイキングダウンは別にバカにしてるわけでも何でもないんですけど、あれはあれでものすごく格闘技の裾野を広げた、素晴らしいプログラムだと思うんですけどもね。でも片やこういうふうにブレイキングダウンほど目立ってないんだけども、まあ、すごい選手もいたんだよってことはね、いるんだよってこと、これからもリサーチしていこうと思います。それでは。